久保さん、洗脳の答えが分かったっていうタイトルにしましょうか。答え分かりました洗脳の。久保さん、答えが。洗脳って何なんだろうっていうね。洗脳という言葉に洗脳されてるっていうね。もうこれだなと思いますね。洗脳という言葉に洗脳されてる人々っていうね。洗脳って多分字で書くと、洗脳、洗脳、洗う脳ですよね。 じゃあ、洗うの。これ漢字大丈夫ですね。洗うの。じゃあ洗濯は、なんか、汚れたものを、汚れた洋服を洗濯機かけないんですかみたいな。いや、それは洗脳ですと。汚れた、汚れた服を洗うことは洗脳ですみたいなね。汚れたままでいいじゃないか洗濯洗うことはダメだみたいなね。 だってこれ洗う脳ですよね。大丈夫ですよね。<laughs> めちゃくちゃいいんじゃないですか、うん。洗脳された方がいいと思いますけどね。うん、まあ僕もね、その、じゅ、18歳、あ、18歳、19歳かな。GTR マガジンっていうね。GTR マガジンをこう見てて、3、4かっけえなと思ってね。将来この車乗りたいなと思って買いましたね。そう。買いました。で、売りました。僕は。 僕は、その憧れた憧れた、憧れてた車に洗脳されてて、その洗脳が解かれましたね。でも洗脳されてる状態ってすごく素敵でしたよね。うん。でもその洗脳が苦しみに変わりましたね、僕の場合は。うん、パクられたらどうしよう、みたいな。パクられたらどうしようって毎日思う日々ですね。その、3、4GT-R の呪縛から、 <laughs> 34GTR の洗脳はワクワク、ときめき、憧れ、いろんなものを与えてくれたんだけど、それと同時に恐怖ですね。どうしようみたいな。<laughs> まあでもね、あの 34GTR が値上がりしなかったら、まあ絶対売ってないと思いますね。売っても100万とか200万だったら、で、あとパクられるリスクがないんだったら、まあずっと今も乗ってたと思いますよ。うん ま、この前ね、カーセンサーで見たら、僕の 34GT-R v スペック2が2990万ぐらいで売られてました <laughs> あ。まあ、で、やっぱ下がってないですね、値段が。やっぱ全部1000万超えてて、僕の v スペック2のあーモデルは、まあ、価格がついてるのは2900万が1個あって、あとはま、相談ですね。交渉みたいな。<laughs> v スペ e ツ2はね、ね、そう、ニュールとか8000万だったかな多分ね、8000万とかになってたような気がする。<laughs> カーセンサー。カー。なんかね、ニュールが、まあ、あの、GTR のな、GTR34 の中でもスペックがあるんですよね。で、一番上はニュールなんですよ。そうニュール8000万ぐらいすごくないですかやばいですよね。 8000万じゃなかったかな。まあでもね、僕はあの、今は解放されてもう、パクられるっていう心配がないので、今。うん、かそこの恐怖にね、怯えることはないですね。うん。そう。いや、やっぱ全然値段下がってないですね。あ、い,いました。8000、8830万。 スカイライン GTR2.6M スペック。M スペあ、これ M スペか。はい。はい、8000万ついてるか車ありますよ。でもこれ走行距離が380キロっていうね、異次元ですね。380キロっていう。走行,走行距離380ってすごいな。状態がめちゃめちゃいいですね、これね。うん。M スペ。 8800万ありました、はい。うん。いや、値段下がってないですね、全然。全然下がってないな。はい。だからまあ、洗脳に洗脳されてるんじゃない、洗脳という言葉に洗脳されてるんじゃないかなっていう。うん。だかだから、どういうものに洗脳されるのかで人生変わると思うんですよね。僕は、 ネットビジネスっていうものに洗脳されて、あのコンテンツビジネスっていうのをやってますけど、まあそれに洗脳されてよかったなと思いますね。そのせ、それに洗脳されたおかげで今自由に暮らしてるので、まあ今今日月曜日か。ね、普通のサラリーマンで働いてたら今日から出社だっつってね、満員電車に乗ったりとか、なんですか。あの、またストレスがこう、会社でこう発生したりとかするじゃないですか。朝から朝風呂入って、 あのー、ゆっくりして、で、なんか、時間あるから、久保さんの動画撮って、とかで、ね、これ、僕が昔の東京で働いてるね、まあな、結構言いますけど、東京で働いてる状態だったら、この久保さんとのやりとりは絶対できないですよ。うん、さすがに。この、このペースでね。うーん。もう普通に仕事は、あの、会社でやんないといけなかったから。今、なんもないですからね、基本的に。 まあやるべきことはやってますけどね。まあ今日からは新商品販売ですけど。でももう準備終わっちゃってるんで。そう。販売ですけど準備終わっちゃってるから。うん、特にやることないし。<laughs> あと待つだけですね、売れるのが。うん。まああとやることがあるとするならば、まあ明日の動画かな。明日の動画撮ってもいいかな。 今日から、今日販売で明日で終わりなんで、明日の動画一本撮ってもいいかなとは思う。だから今日、今日どうしようかな、みたいな感じですかね。うん。うまあ今日はね、なんかあの、外で動画撮ってこようかなっていう、なんか、いつも風景一緒なんで、ちょっとそ外の動画、外で動画撮ってこようかなとかちょ、ちょっと思ってますけど、うん、まあ考え中ですね。 そうで、あの、北海道行ってきますからね、僕。そう。プチ、プチ旅行、北海道行ってきます。<laughs> そうその、すぐね、あの、ピピってね、行けないですからね。あの、平日に。<laughs> サラリーマンだったらね。うん。だまあ、僕は、まあ、ネットビジネスに洗脳されてよかったなって思いますね。この人生ないですもん。普通の、普通の社会の洗脳というかね、社会のレールに入ってたら、 まあ今日は普通にお仕事だと思いますね。一般的に。まあ月曜休みの会社もあるかもしれないですけど、基本的にね、ほとんど働いてる会社の方が多い,あの多いんじゃないかなとは思いますけど。うーん。洗脳は悪くないと思いますけどね。うーん。いってらっしゃい。